第3代順治帝が入管する前の清朝ていうのは、まあ、まともな官僚組織もなくてですね八紙、まあのせいで何とかやってたんですよ、えー、ところが突然、頂上が開いちゃってで突然北京に入っちゃったもんで,ですね清朝、えー、も困ったんですよ、えー、これど,どうやってこの国を治めるんだっていうことで明、えー、の,の元官僚たちがです、ねえー、とははーってなっちゃったんでじゃあお前ら雇うわってなって。そうだから、えー 明朝の中央官僚システムをそのまんま秦はですね、受け継いだんですよ、そう、内閣とかね、内閣とか、この陸部は、そのまんま明のシステムをです、ね、受け継ぐんですよ。はい。 ただし、そこに、えー、と満州人やらモンゴル人やらがこう割り込んでくるということで、はい、ちょっとね、えーと、色分けをしてみたいんですけれども、まあ、あのご自身でわかるようにちょっと印をしてください,、はい。で、3つあります、満州人と漢人とモンゴル人がいますねと。で、まず八旗え八ははこれ、3つ入ってましたね。 萬、萬、萬、3つ入ってましたね、はいまあ、こんな感じなんですよ、発揮というのは。萬、はい、萬、萬ですね、はい。で、その下に、えーと、緑英っていうのがあるんですね、えー、でこれ、何かっていうと、入管した後要するに、元民の兵隊たちをまんま雇ったんですよ。 そうただ、頭だけ反らせて。そうなので、これ100、100%肝心の部隊で、しかも、あれです、あの歩兵隊です、これは、基本的に。これが緑英といって、これは八基には入れません。八基の外にあります。はいで、まとめて、八基緑英のせいこれが真の軍勢となりますよ。それから、文官ですね、文人、まあ下級官僚の方ですけれども、 内閣ですねで、えー、と内閣のシステムはそのまま踏襲するんですがメンバーを倍増します、でそれまで明朝の、えー、と内閣のメンバーだった肝人たちに加えて、はい、満州人たちがここに割り込んできます、はい、でこれをですね満艦併用制って言うんですね。満併用制 あだから、まあ、例えば20人肝心がいたら20人満州人入れるということなんですよ。陸部、陸部の各長官全部で6人いますけれどもこれもですね、各部を2人長官制にするんですよ。うん、だから、陸部の長官2人置いてで1人を満州人、1人を肝心。これも満肝併用制。はい ということなので、えっ、ー、とほらモンゴル時代にね、モンゴル時代元朝では家境をやめちゃってなんかその漢人たちが非常に礼遇されたあ漢人とかなそなんなん人だなん人が非常に礼遇されたっていうのがあったけども全然違うんですよ。そうだからまあ便発だけ我慢すれば今まで通りお仕事もできてお給料ももらえてっていうことでえっ、ー、と非常に不満が少なかった。 うん、だから元朝は1世紀持たなかったのが、えー、この清朝は3世紀持ったんですよ非常に寛大な支配それはもともと清朝っていうのはもう始まりからタイ、えー、民族国家だったからですただしこれ実際やってみると大変なことが起こってあの一番の問題はですねじゃあ言葉どうすんのって話ですよ、ね、で満州人は中国語わかんないでしょ漢字読めないでしょ 満州語ってどういう言葉かというと満州語っていうのはですねちゃんと文字があってですねこういうものなんですよ、これ, <laughs> これ読めたってちょっ,とちょっときついですよね、えー、だから、あのー、どうなったかというとすべての公文書は2通作るの漢文の文書と満州文字の文書と作るんですよ。 で、えっ、ー、と、内閣の会議なんかでは、満州ごと看護が飛び交っていて、それをいちいち通訳してって、どんだけ違うんだ、これ。ねえ。だから仕事が遅い遅い。これをですね、非効率と書きました。非効率。うん。 だから、まあ、会社に例えると日本企業が外資に買収されました、ね、で社長がアメリカ人に代わりましたその社長がです、ね、なんかそのアメリカ人の重役をあの連れて乗り込んでいくんですよ、ねそれであの、これから重役会議は半分日本人で半分アメリカ人でってじゃあ言葉どうするのって、ね、こういうのが起こったんですよそうちょっと、ね、仕事が遅いという問題とあともう一つはです、ね、情報漏れが起こる。うん やっぱり仕事が遅いと外に漏れちゃうでそれが戦争に関することだったらこれやばいですね敵にねいついつどこまでに支援、えー、の軍隊何万人送るってことはばれちゃったら敵は待ってますからねそ,うでしょそこで、まあ、これ始めたのが第3代順一でしょで第4代康熙帝第5代妖精帝の時にこれあかんということでですね内閣の中の 特別信用できる官僚を、ね、56人,人,人引っこ抜いてです、ね、別の建物に集めて、えー、軍事情報だけを扱う部署を作ったんです、これを軍機所とかう、軍,から軍事機密を扱う部署56人だから話が早い、早い。 即、ええ、決、しかも秘密守れますと、でここは満漢併用しませんので、基本的にね、この軍記者のメンバー、軍記大臣って言いますけども、基本的に満州人です、で時々あの信用できる漢人も入りますけども、だ、まあ、大体ね、メンバー見るとね、4対1ぐらいで満州人ですよ、軍記大臣っていうのは。はい ただし、肝心官,官僚たちのお仕事もあの与えなきゃいけないから内閣は潰しませんえ内閣は残しておいておいしいところだけ軍記所が持っていっちゃうというようだったので、えー、とこの要成廷からは軍記所が最高機関になりました、うん、で内閣の方は、えーまあ、形だけ残ったので、えー、と有名無実化したあるいは形骸化したうん。 台湾の話をしますで。台湾ってここですけどもあのすぐ南がフィリピンなんですよ、南もともと住んでいる人っていうのは台湾の,その先住民族っていうのはあのフィリピン人に近い人たちです。そう。 それで、まあ、原始的な農業とか狩りをしていたあの高山族っていうの高い山の部族というのがいてです、ねはい、それで、あのーまあ、東南アジア文化圏だったんですよ台湾というのはだから歴代中華帝国は、えー、とフィリピンに無関心だったように台湾にも全く無関心でした、うん、ほっといたんですよだから真の始皇帝も漢の武帝もです、ね、元のフビライハーもです、ねえー、台湾にはノータッチです そ,うそして、この台湾に初めて渡ってきた乗り込んできた文明人というのは実はオランダ人ですそう大航海時代でオランダのライバルの,あのスペインがフィリピンを取ったと、うん、でヨーロッパでオランダとスペインもこれを殺しちゃってますからえそれで、えー、とオランダはそのス,ペスペインに対抗してオランダ東インド会社がです、ねえー、台湾に乗り込んできて、はい でこのですねヨーロッパ式の城を築いたんですよゼーランディエ城と言いますそしてここを拠点にしてオランダさんはですね日本と日本と,、えー、とチャイナの中継貿易やったんですよその台湾の 対岸,対岸が福建省ですはいこ,れです、ね、でこの福建省っていうのは和光の本拠地でしたはい北條南話の時代に明朝はもう北條の方が怖いからあっちにもう手一杯だったんで、えー、南話についてはですねもう黙認しちゃったんですよつまり密貿易を 勝手にしろとねえー、なんでえー、と和光っていうのはそのままあの続,い続いてただし合法化されましたでその合法化された和光さんたちのことをですね、えー、海の商人海将って言うんですよ海将で日本との貿易をずっとやってやってんですねでこの明の終わりにですね、えー、福建のですね、えー、と海将のボスがいて鄭思龍という男です で彼は武装商人のボスで、えー、3,000隻の軍艦を持ってました <laughs> そして福建のです、ね、お茶とか絹織物を日本に運んで,で日本の銀と交換するってことをやってたんで日本のですね長崎県の、えー、と五島列島だ五島列島の平戸っていうところに、まあ、あの出先機関がありましてその停止流の。 でそこで日本の侍の娘と結婚してそうだからまあ現地妻ですね、えー、高輪松さんというお松さんと結婚してはいで生まれたのが貞政公ですだからお母さんが日本人とです、ね、で平田生まれと民。 がですね、民がこの、えー、お父さんの停止令をですね、手なずけるために、えー、こう言ってきたんですよお前を明、えー、朝の海軍の司令官にすると、えー、だから、えー、従えと言ってきましたでそれ聞いたお父さん停止令はですね、なんか感激しちゃったんですよ 感激しちゃったの俺みたいなヤクザ者にね、明の皇帝陛下が将軍の位を下さるというありがたいことだっつって、ええ、で、俺はもうあの乱暴老関やめて、今後は明に従うって言ったんです、この人。そう。だから、明が滅んだ時に彼はすごいショックを受けて、ええ、でその逃げてきた明の王子たちを助けたり、ええ、それからあの代わりに入ってきた秦と彼は戦ったんですよ。 うん、で新、まああの準地帝ですね準地帝の秦ですねで秦はですね弱みがあって海軍持ってないんですよそうだからなかなかこの停止令をですねあの取り締まることができなかったんでじゃあ,あのお前のことは認めるとねで我が清朝もお前をお前その海,海軍の司令官にしてやるからだから投降しろとうまく誘ってですね お父さんがですね、その話し合いに応じると言って、信、えー、と,との,あの話し合いに向かったところを、彼は囚らわれて殺されました、えー、つまり罠だったんですね、うんえー、彼は真に処刑されました、はい、海賊のボスということで,、はい、で、それを聞いたお母さんは、ですね、お松さんはですね、えーと、後を追って自害しちゃったんですね、武士の娘ですから。うん ということで、鄭成功はですね、あのー。こう思ったんですよ。芯は。父母の仇、うん。絶対滅ぼすと。芯を。で、ずっと彼はですね、お父さんが受け継いだその三千隻の軍艦を引けてですね。あの福建省でですね、抵抗するんですよ。はい。 そこで清朝、えー、はですね、この停戦交一波をこう締め上げるためにですね、こんなことをやりました旋回令と言います旋回令、強力な解禁と書いてありますねこれは福建、石江関東あの沿岸部分のですね、住民たちを強制的に内陸に移住させてですね、つまり一切 海に出らなくするそれで、帝政高一派との貿易をですねもう物理的に止めちゃうんですよ。これ、すごいですよね。強制移住ですよ、これ。はい。だから、たくさんの港がですねこの時にあに廃墟になりました。それで、帝政高はです、ね、これはたまらんということで、台湾に逃れます。で、台湾にいたオランダ人、これ数少ないから、 これ,これを追っ払っちゃって、ですねでこの税案提示を奪い取っちゃって、ここを拠点にして立てこもることにしたんですよ、はい、これを停止台湾と言って、これがです、ね、台湾初めての独立国家です。そして彼は、日本語できますから、えー、江戸幕府に援軍要請してます、正式に。うん、で長崎に使い送って。 で幕府はこの問題を協議するんですけどもいや巻き込まれたくないということで援軍要請を断りました、うんまあ、この辺りあの徳川家っていうのは非常にあの慎重なんですねこれがですね秀吉だったらですね喜んで失敗しましたね間違いなくうんだから50年遅かったんだよねこれね だから秀吉はです、ね、あんな朝鮮出兵なんてあわなことやらないでね、台湾に行ってもよかったんですよ。そしたら世界史変わってましたよ、本当に。はい、ということで、えー、と援軍来ない、旋回令でどん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 ん財源がなくなっていくでおまけに台湾はですね、当時あの、マラリアという病気がものすごい流行っていてあの蚊がうつす熱病ですね、帝政功はこのマラリアに倒れるんですよ。そう。 でもその息子,です、ね、息子さんとお孫さんが3代にわたって台湾の,その独立政権を保ってです、ねはい、そしてお孫さんの時についに、えー、と秦の軍門に下りましたで時の秦の皇帝第4代皇熙帝,帝が正式に台湾を中華帝国の一部にしたんですよこの話は結構当時日本でも有名で 大阪にですね。えっ、ー、と近松門左衛門って人がいて。であの。人形浄瑠璃っていう、あのお人形でお芝居をする。その台本作家ですよ。超売れっ子の。で彼がこの定性をモデルにした。あのお芝居を書いていて、大阪で大ヒットしてます。えー、えー。国戦や合戦っていう話です。国戦や合戦。ええー、これがこの定性項の話です。はい。